極限の質問に答えろ、人気のバランスゲームに平野雄一と進藤涼介が挑戦していきます。よしよしよし。前回、渡辺選手、船木選手に挑戦してもらいましたが、はい、今回そんな2人から、次は平野選手、進藤選手とのバランスゲームが見たい、熱い、熱すぎる指名を受けております。だからまあ今日はあの面白い回答だったりね、こう意外なところをいろいろ聞いていけるんじゃないかと。まず最初に、自己紹介として、名前、年齢、ポジション、得意な、なんか面白い話、ほんとお互いの、それ亮とかけるやってるんですか、それ。お互いの好きなところやってないでしょ。お互いの好きな部位部位をまずこうお互いこう言ってもらっていい。アドリブ多いでしょ、絶対。なんか書いてないでしょ。台本に書いてるんですか、それ。ちゃんと本当に。平野雄一です。背番号4番ボランチ、今年29になる、今28歳です。進藤の好きな部位は髪質です。好きなところは、なんか結構淡々と常に受けをこう拾ってくるというか、探してくる。でも別に表情には出ないというか、当たり前でしょみたいなところが結構好きです。進藤涼介です。背番号3番ディフェンダーです。平野雄一選手の好きなエピソードは、エピソードなんだ、タイキャンプで初日に、あの向かいのショッピングモールでチェスを買ってチームメイトと仲良くなろうとしたのに、あの2週間のキャンプで結局誰ともやらずにタイにそのチェスボードを置いてきたっていう話が、悲しいな。好きです。よろしくお願いします。お願いします。チェスはちょっとぜひ聞きたいけど、やり方をわからなかったのか、誘うことができなかったのか。誘うことができなかった。できずに2週間、ちょっとマンツーマンはきついかなっていう、密室に。やっぱトランプとか大人数系のにすればよかったですね。で、年は？年は僕が1個下になりますね。で、ご飯だったりとか、なんか遊びに行ったりするの？本当に仲いい割にはあんまりしない感じですね。もう本当遊びに行く直前ですね。いや、そういうこと言われると生きづらくなるじゃないですか。いや、わかるよ、わかるよ。今ので生きづらくなったじゃないですか。勘弁してくださいよ。どういう感じ？僕は結構、まあ、独身でフリーで動けるんで、うん、誘われ待ち。僕もフリーなんで。僕もフリーなんで。そんな2人に早速極限の質問をどんどんしていきたい。2択の質問をするから、まあ、どちらかが、まあ、選んで、まあ、一斉にこうホワイトボードに書いて答えを言う。第1問、選ぶなら回答 A、一生自分の国の食べ物しか食べられない、対、回答 B、 一生自分の国以外の食べ物しか食べられない。じゃあいきます、せーの。海外出てるな。日本と出てるな。じゃ、いや、それはでもそうだよ。だって日本食か、もう全部ジャンルってことですもんね。チャイニーズもコリアンも、まあ肉ブラジルも何でも。肉ブラジルってなんかわからないけど、肉ブラジルって単語知らんけど、もう別にパスタとか、パスタとか食べられないってことですね。パスタ食べれない。全然全然、うどん、そば。うどんそばだっけ。全然。白飯だっけ。全然いける。2問目。はい。選ぶなら、A が 100% の確率で5億円もらう。対、回答 B、 30% の確率で100億円もらう。いいですか。はい、せーの。あれ5億100億え、あ、そう。えけど5億、5億、 100% 5億もらいたい。それなんでの。なんで、別に100億あってもしょうがないという、しょうがないというか、別に100億の暮らししたいですか。っていうところで別に 30% やから。イランのは、もうシャケさんと同じです。一緒やね。はい、絶対こっちは。じゃあもう最悪いらないってことですか。あ、外れたら外れたで、外れたで、ね、それじゃあ、第3問いきたい。選ぶなら、一生30度以上の夏、はい、一生5度以下の冬、せーの。夏。夏です。夏という。おー、お前出身夏ですね。で、30度でしょ。だって5度はちょっと厳しいな、設
定が寒いんだ。そう、設定むずいですね。30度と10度だったら、うん、微妙かもしれないです。5度は結構寒い、ね、じゃ夏と冬はじゃあ夏ってことでいいの？日本の。いや、でもそこも地域によるしな。盆地かとかに地形にもよるかな。結構、結構こいつネチネチ系だ。甲府とか結構ネチネチ系かもしれない。山梨とかだったらきつい。もうだるいな。じゃあ続きまして4問目、はい。欲しいのは世界中の言語を話せる能力、はい、動物と話せる能力。うわ、おもろいね。そういうことじゃない。うわ、やっぱそうだよね。いい、せーの。動物。動物だ。迷ったけどね。迷ったのは動物ですぐパッと来たんですけど、うん、あの聞こえちゃいすぎてうるさいんじゃないかなっていう。でもまあ能力的にはそのこっちの方が特殊なんで、うん、こっちの方がまあ価値が見出せちゃうかなっていうことでこっちにしちゃいました。こっちね、うん、じゃあしんさん一緒。それはそれで、それはそれでさ、さらっとすぎやな。一緒でした。ネチネチ言うこともない。一緒です。言語はまだ自分次第でどうにかなるけど、この動物の言語っていうのは絶対基本的にね話せないですから。続きまして、5問目ですね。耐えられるのは2日間寝るの禁止、はい、2日間食べるの禁止、飲み物、せーの、寝る、うん、寝る、うん、A はでも多分やったことあるというか普通に、あ、受験勉強とかしてる時期あったんで。あ、進路は、あの寝る、まだなんか何かしてれば、誰かと喋ってたりとかしてればまだ起きてられるのかなっていう、うん、食べる方はでも水だけでは耐えられない、ということ体調悪くなったりとか、なんか倒れたりとかしそうだなっていう感じです。6問目、はい、どっちか選ぶなら月50万お小遣いをもらえるニート、一生仕事にはつけないです、はい、好きな仕事で月30万稼ぐ、この先仕事は確約されています。せーの、稼ぐ、ね、稼ぐ、いいですね。やっぱ人に必要とされて働くわけじゃないですかこっちは。まあまあまあ稼ぎはもしかしたらちょっと少なくなってしまうかもしれないけど、あのしっかりと人に必要とされて求められるところでしっかりと働く、そういう仕事に就けるって素晴らしいことだなって。まあやりがいだったり、うん、なんか前のとこ好きにしててなんか回答用紙読んでる。じゃあ平野、僕はいや、はい、ニートの方がいいなと思ったんですけど楽なんで、うん、でも結局ニートで50万でやることって多分好きなことに使いたいんで、それだったら好きなこと仕事にしてる方が幸せ度高いかなっていう単純な理由です。ニートで100万円もらえるとしたら、それ100万ですね。それはちょっと全然ダメだ、さっきのカット。100は100よ、さっきのカット。いやでも俺は稼ぐから、それは100じゃちょっともう足りないっす。ニートだから時間使う時間はあるってことか。そうそうそう、100じゃ足りないっす。やっぱ1000ぐらいいかないと足りないわ。俺らなんてそう、結局サッカーを通じてさ子供たちに夢とか与えることぐらいしかできないわけじゃん。全カットしましょう。これもいいこと言いすぎてる。一生に一度使えるのは、過去未来問わず指定した日時にタイムマシンを1回使える。なるほど。対指定した場所にすぐに行くことができる、どこへ、どこでもドアを10回使える。せーの、どこでもドア。うわー、マジタイムマシンだ。いやでもこれはいや迷ったんすけど、うん、なんか行けちゃうくないって思っちゃうんですけど別に。まあけどね、一瞬で使うからね、そこの価値ってあるんですか。しかも10回使えるから、うん、どこで使う。試合中で、結構試合中ポジショニングそんな短い距離。カウンター、あ、確かにカウンターで絶対戻んなきゃいけない時その使い方っすね。確かに10回チーム救えるか、そう絶対こっちじゃん。いや試合中の、まあけど、いやどこへでもドアやすごいね。あ、でもドアを設置しとかなきゃいけないってこと。そう、だから結構バレるよ。え、ドア、え、板付き、板付きでもドアはあるの。もうまた長くなるって設定だ。ヒルアノはタイムマシン。僕はもう全然タイムマシンですね。そうだから未来ってもう全部の競馬、競艇、競輪全部の知っといて帰ってきて全部もうえぐいオッズ当てて億万長者。確かに、うん、確かに
うわ深いなっていうだけ。8問目、女子から言われて嬉しいのは、一番かっこいい、はい、一番面白い。これもね、いいですか、うん、はい、じゃあせーの、一番かっこいい、え、面白い。ああ、そう、平野とかは、僕自身あんまりなんかかっこいいって言われてあんま嬉しくないっていうのがシンプルにあるっていうだけです。なんか一番かっこいいって言われても照れるだけというか、それを本気にマジで嬉しいとは思えないというか。進路はかっこいいですけど、うん、で悪い気はしないですよね。まあまあもちろんな、悪い気かっこいいって言われてな、うん、その真剣度にもよりますけど、その相手のなんかニヤニヤしながらめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいとかだと腹立ちますけど、言い方も結構大事ですけどね。じゃあ続きまして、生まれ変わるなら一流企業の社長対大谷翔平選手。うわ、それはもう、はい、はい、せーの、大谷選手。あら、そうですか、社長さんです。やっぱ分かんないですけど、自分はこう目指そうとしてるジャンルではあったじゃないですか。その野球ではないけどサッカー選手として大物になりたい、ビッグ選手になりたいという、なんとなくなんかイメージできちゃうというか、そのすごいかもしれないけど、でも社長ってやっぱもう全く自分たちの知らない世界だから、うんうん、人の人生を何人も預かってるわけだし、自分の決断一つで経済、お金、人がバーって動くじゃないですか。それを体験してみたいです。確かにな、そっちだ。そっちだ、確かにそうだ。10問目、サッカー選手以外でなれるとしたら、パスポーツのプロ選手対人気芸能人。わあ、これあもう生まれ変わる感じですか、まあ、なんかね、今こう話した流れと、もしかしたらっていう、うん、それはでも、せーの、芸能人。芸能人、うん、パッとイメージできる芸能人、この人になってみたい。ちょうどその話をしてて、 あのタイムリーな種田選手と朝、はい、誰になりたいみたいな話になって、急に降ってきて、朝っぱるから、タメ君は、うん、ワンオクのタカって言ってましたね。ああ、誰かな。でもそれだと俺ちょっと癖出ちゃうかもしれないですね。いや、癖はやめようよ。癖はやめようよ。もう玉木さんになりたいです。玉木浩二歌手の、うん、まあ、確か、あ、でも確かに青田真理子だもんな。めっちゃ歌うまくないですか。あ、そっち、めっちゃうまい。で、続きまして、サッカー選手として嬉しいのは、身長が20センチ伸びる対逆足の精度が利き足と同じくらいになる。せーの、ドン。逆足が蹴れる。あ、もうそうですね、左右。逆足。その方がなんか広がりそうじゃないですか、幅が、気がするんですけど。僕も一緒です。自分の中では、まあ、そんなに左右差はないと思ってるんですけど、うん、やっぱりそのセットプレーとか蹴れるほどではないんで。センターバックとかだったら身長っていきそうでしたけどね。まあでも今は強いからいらないんじゃないですか、もう。うん、そんなに不利を感じたことはないですね。いや、否定しない。どうしよう、復帰明け絶対負けられないヘディングですよね。じゃあ最終問題、はい、試合の能力で手に入れたいのは、90分間全く衰えない体力、うん、対90分間全く折れないメンタル。いいですか、はい、せーの、絶対嘘、ね、本当か、ほう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 、本当だ、本当か。体力は、うん、まあ、ポジション柄、センターバックそんなにこう疲れる、まあ、確かポジション柄ってあるね、まあ、足疲れば、そう、心肺機能的に疲れるとかあんまりないんで、逆にこの繋ぐ時にちょっとこうミスしたらやっぱりボール受けたくないとかなったりするじゃないですか、うんうんうん、そういうのも方が大事かなって、体力より。じゃあ平野、ポジション柄はありますよね、うん、よくやっぱり疲れてしまうと、うん、あの脳が疲れてこうあーってな、考えれなくなっちゃう時があるんで、うん、それさえなければ、まあ、あと一番相手との差がこっちの方が出るかな。究極のバランスゲーム、なんか今巷では人気みたいです。あ、そうですか、はい、結構だから、いや絶対こっちでしょみたいなのがお互い違ったりとか、うん、そうこのペアおすすめです。ああ、確かにペアね。いや、でも俺は、うん、奥くん。奥くん、いや、でも奥くんとジンさんも面白そうだね。あ、確かにジンさん結構見たらやっぱちょっと抜けてるっていうあの感じで、確かにちょっと、ね、そう、最後に、サポーターに向けて熱い
熱すぎるメッセージよろしくお願いします。いつも熱い応援ありがとうございます。復帰した試合で必ず活躍できるようにトレーニングからリハビリから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。チームは開幕からいいスタートダッシュが切れて、まあ、僕自身はチームカラーがガッと変わって、まあ、ホームの試合特にこう真っピンクに染まる選手とサポーターとのこう一体感が大好きなので、サポーターがこう試合に来てくれる人が多ければ多いほど間違いなく選手の力には変わっているので、まあ、引き続きそしてさらに試合会場に来ていただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。ありがとうございました。いや素晴らしい。それでは本日ありがとうございました。ありがとうございました。選手、サポーター、パートナーが作り上げてきたセレッソ大阪の30年、これからも大阪のために、そして世界一のクラブを目指して、 A Sustainable Future Yanmar